ご主人様、できうる限りの手を尽くしてみましたが、どうしようもありませんでした。逃げるには今夜しかありません。準備はよろしいですね。ではお嬢様を起こしてまいります。どうしたの？何かあったの？お嬢様、今起きていただこうと思っていたところです。さあ着替えてください。出かけますから。まだ夜も明けていないのにどこに行くの？わかりません。わからないってどういうこと？説明してよ。大声を出さないでください。借金取りに見つかってしまいます。借金取りって、そんな。さあお嬢様、急ぎましょう。早くしないと夜が明けてしまいます。待って、荷物をまとめなきゃ。そんな暇はありません。さあ早く。